まあそんな感じで今から、紀仙アルプスに行ってみよう。ロコさんいつも見てる方はちょっとこっちから見たらちょっと感動が生まれるって感じですね。当たり前のことだから。末期がんの横断と着きましたよ。バゾーイバゾーイ。キクラゲが入っててなかなかこだわってますよ、はい、アドベンチャーしてますね。お前で。はい、今年初の満開の桜ですね。あーすごいね。ちっちゃいダムがありますね。なんか、3時10分。あ、いいじゃない。どれぐらいで着くかも全然あの計算してないの。あ、なしかライトはあるから大丈夫よ。うん、まあ4時半か5時ぐらいには箱作り駅に着きたいですね。箱作りたい。これぐらいのこれぐらいの箱作りたい。出荷の箱作っとけよ。ダンボールのこいつも作っとるわほんま。はい、あ、こいじゃないですか。あ、ぽいぽい登山口。山登れなかんの。はい、山線ですか。山越えですか。谷が上がり。あー、バッチリこれやわ。谷上がりやね。めっちゃ登らされるよ最初だけ。ぐぐっとよし、ぐぐっと登らされて降りる、また降りる、降りる感じです。へい、30分ガッツ登りましょう。はい、なんと25分降りる。その登り降りやね。そう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 。よし、ビールビール。どっちにしようの、山は越えなかんだね。登り切ったんちゃう。ああ、いい感じや。しんどかったね。まあまあ、ああ、ビール欲は増えるけど。この下りはやや急やから気をつけていかんと。はい、このね、急とされている階段すごいね。地面が柔らかいんで歩きやすいっす。ああ、これやったらすぐに着きそうっすね。あ、ビールや。俺が登山始めて以来の十何年間で一番綺麗なベンチかもしれない。こんな綺麗なベンチある新築やん。これほら、これ CF シートやけどね。シートなこれ、うん、あ、ほんまやな、こんな綺麗なないな。え、ほんまに、あ、ほんまシートや。ゴリゴリシートや。それは綺麗やわ。なるほどね。ああ、富士キックスの思い出に残る下山飯って何かある？思い出に残る下山飯。ああ、なんかナンバーワンはあれよ。何も高向山から、はい、めっちゃうんこしたくて急いで捻挫して大変やった。それを下山の思い出やんけ。そう、下山飯や。あ、飯。そっから下山後の思い出。そっから食べたすき家のカツ丼は、すき家の牛丼は最高だったよって。それは苦労してるからすき家うまいんやそみたいな。そんなんじゃないんや。下山の思い出。下山の下山飯。下山飯。下山後？下山後の下山飯。いや、僕ね、もう定番があるんですよ。あ、何ですか？あの阪神御影駅の。はい。王将。ああ、美味しい。ここはね、日本一美味しい王将と言われていて。それようあんねん。それようあるけど、店長変わってそうでもないなとかあんねん。そこはね、はい、焼きの、はい、餃子の焼きの人、はい、でこう厨房の人、チャーハンの人って、はい、こう各所からこう集まって、はい、で独自で、うん、うまいもんも作ろうとしてめちゃめちゃ美味しい。あ、ちょっと力の入れてる店ね。全然違う。本部が力を入れてる店。うん、あ、でも食材は全部一緒やね。あ、まあね。セントラルで作った餃子が来んねんけど、はいはい、焼きが見事でめちゃめちゃうまい。あ、そう。で、唐揚げもね、うん、うまいんやけど、持ち帰りにしても、うん、普通持ち帰ったらこうタッパーの水蒸気でべちゃっとなるやん。うんうんうん、なってない。なんでな、カラッてなって。ああ、そう、揚げ加減が絶妙。めちゃめちゃうまい。ああ、そう。そこの天津飯は、うん、まあ食べた方がいい。ああマジで。普通あんは、うん、あの醤油のあんが入ってるやんか、うん、ではなくて、うん、
卵とじのあんがかかって、これはもう格別よ。卵とじのあんってどういうこと？ちょっとだからあのそういう卵スープみたいな、はいはいはい、ああいうやつな、あれがあんに混ざってて、はいはいはい、めちゃめちゃもう昼間から夕方から平日でも休日でもずっと行列や。あ、そうなん。王将ごときで。そう、王将ごとき最後落とすな、お前。落とし方どうなってんの、お前。美味しいやないか、王将、お前。あ、ね、ちょっとなんかプレミアムな感じやんね。味、値段一緒な。いや、値段めちゃめちゃ一緒。値段めちゃくちゃ一緒で。めちゃめちゃ一緒。ああ、三ヶ月住んでる人幸せ。あ、まだ、それあんな混んでるとこ行きたいわ、ね。三ヶ月の人は。多分行かんやろ。混んでるとこ行くか、みたいな。もっと普通の王将でやってくれ、みたいな感じになるやろな。僕のおすすめはね。はい。秋葉原ってのは神戸の餃子よりも三陰の王将。ああ、わざわざちょっと降りんねや。ちょっと降りて。それは阪神三陰？ JR 三陰？あ、阪神三陰の方ね。また阪神もちょっと遠いやん。そうやね。だからちょっとね、あのまあ公共交通機関で言ったらバスを駆使していくと結構。あるな。ノーカロリーでいける。ああ、なるほど。ノーカロリーってないね。あ、まあバス使ったらな。お前これすごいねこれ。なるほどね。おすすめの。おお、すごい。小太郎は？あ、俺、うん、俺いっぱい食ったけど、そうやな、なんかあれもいいな、その中華つながりで、うん、あの長野のあの有名な中華屋、あの安曇野とかで有名な中華屋あるじゃないですか、天宝。天宝。天宝美味しいじゃないですか。天宝、王将並みの値段でしっかりと全部が。美味しいじゃないですか。伝わってこんなん。え？出所後の出所後のなんか感じで言ってみて。俺もそんなしょっちゅう食ってへんから、ちょっと忘れんの2年前の記憶やからさ。やっぱりなんかもうそのなんやろ、中もうザ中華みたいな感じのしっかりした味。うん、だからもう好き嫌いのない。はいはい。なんかあるやん。ここの中華ちょっとなみたいな、こう味濃いなとか薄いなとか関係なしに、言うたら下山後に、であとメニュー多いしな。あ、メニューも結構多いし、でラーメンも、なんかちょっとあるやん、こんなん言うたら悪いけど王将のラーメンとかちょっと他のラーメンよりは劣ってる感じがするやん、はい、力入れてるか知らんけど。力全然入ってるのかい。俺のフォローどこ行ったお前。やけど、まあ、あこはねチャーハンとかね、うん、ああいうのが天津飯とか餃子とか美味しいけど、うん、ラーメンがしっかり美味しいわ。あ、ほんでかつその中華のメニューも王将に引けを取らんぐらいあって、うん、味もしっかり、好きなく美味しいというね。あ、ところが味の細かいレビューはちょっと僕忘れましたけど、はいはい、そういうなんかもう、とりあえず天保行ったら丸く収まるみたいなところはありますね。はい、テンポいいね。聞いてましたよ。あ、ええ感じじゃないですか。エンディングっぽいと。すっげえ。うん。うまい。夏とか気持ちいいんちゃう。急流滑りみたいな人ね。水浴びちゃちゃちゃーって。ああ、なるほどね。すごい焼き。ほんまにな。これいいやん。そこ、なかなか、いい感じやで、これ。これ、全身なんか、スポンジみたいな感じの、ゴムみたいなチキンと無理やろ、お前。すごいやん。いやー、滝みたいになんかな、これ。いや、これ危ないやろ、これ。なかなかの、滑り感じや。ウォータースライダーみたいにならんやろ、これ。さすがアドベンチャーワールド。アドベンチャーワールドここちゃうわ。もっと南。南もっと南やわ。全然入場料払ってへんしやな、俺ら。払ってない。ああ、もうだいぶ近づいてきましたよね。エンディングに。関空はずっとな。関空ずっと見えんな。関空ずっと変わらんな、位置が。いいあれ、あ、関空前あっちからやったやんか。うん、戻ってんな。ねえ。ぐるっと回ってんの俺たちが。ああ、俺たちがぐるっと回ってんねやな。混んでんの。はい、今、富士キックスと、うん、メリノの T シャツ。T シャツね。はい、メリノポリの T シャツね、うん。もうすぐ発売のやつを。うん、名前考えてます、ね。名前。こういうね、歩きながら考えるのがええの出てくるから。あれは？何？富山の名水で
染めた T、うん、試して染めてへんねん、染めてない、嘘ついたらあかんよ。岐阜やな、岐阜か、岐阜の、あのあれあれ長良川とかの木、ああいいじゃんいいじゃんいいじゃん、使ってるから、まあ、それの白線流しで有名になったあのドラマの川の T。 長いしさ、ロゴ入りきらんねん、あれ。そうか、ネットにもピンとこうへんやん。お前そんなんばっかり言ってた、お前会議でそんなんばっかり言ったらクビやぞ、お前。そういやいや、ある程度の会社やったら君舐めてんのかねみたいな。中国人が惰性で仕上げた T とか、いやいや、多分マイナスのポイント入れんねや。もう普通にしメリノポリティでもええねんけど、メリノは入れたいね、うん、LTM メリノポリティ、メリノウールティー、ティーはいるん、いるか、うん、ずっとつく、ああ、なんか山と町で使えるみたいな感じのワード入れたいな。汗かかない、汗かかないんやろ、汗を吸うんか、ああ、す、まあちょっと吸って乾き、体温調整してくれんねやろ、体温調整する、体温調節する、うん、汗ね、ポリ入ってるから、うん、乾きが早い、うん、ほんで汗も多少吸う、うん、っていう感じ、もうそれにしよう、長いやろ。なんか無印でありそうな名前ね、それは後で説明文で書くで、お前説明文の役割や、お前。ね、何しようかな、あ、明日も来たいなっていい、はい、あ、まあ方向は合ってるよね、方向は合ってるよ、名前は採用せんけど方向そんな感じ、トゥモローネバーティー、何やんそれ。ネバー言うてるけど、ネバー言うな、お前。トゥモローネバー、何やったっけ、あれミスチルの歌、まあ、ええわそれは、うん、あ、でも、うん、そういうなんか面白いのもいいよね、ああ、こう素材系でいくか、あ、面白系でいくか、なるほどね、メリのポリハーフ&ハーフティー、あ、ちゃうの、なんか急にカレーみたいになってカレーとかあの牛丼とかな、あいがけみたいな、あいがけ、あいがけ、あいがけティー、あいがけティーいいんじゃない、あ、メリのとポリの、うん、あいがけティー、うん、あいがけっていうワードをあれアパレルに通用する、通用させよう、通用させようって革命を起こそう、お前全然売れんかった、お前全部買い取ってくれよ、お前甘い書いてもう一回売ろう、あいがけティーな、うん、メニューとポリのあいがけティー、そう、あいがけっていう情報を調べてみようか、うん、どういうワードか、あるものと他のものを掛け合わせること、またはそのようにして複数種類を、掛け合わせたものを意味する語、布団と合わせて使用する相掛け毛布、あ、相掛け毛布な、あるやん、あ、そきなりアパレル方向やね、おい、カレー料理でカレーに具や他のカレールーをトッピングした相掛けカレーなど、お、じゃあ最初に布団が来てるから、ああ、いけるんか、あいがけが2番、カレーが2番煎じなんだ、いや、それ、この表現ではな、うん、ああ、じゃあメリノとポリノ、うん、あいがけティー、そう、あ、いいじゃない、いいじゃない、ちょっと意味は合ってますもんね、ポリのいいとこは何なの、ポリは、あの、乾きやすい、うん、メリノウール 100% やったら、うん、なかなか乾きにくくて、なるほど、ちょっとびっちゃりしちゃうねん、ああ、ほんで、ただ、まあ、メリノ自体は体温調節するからええねんけど、うん、やっぱり、乾き早い方がいいって人もおるし、うん、じゃあこういいとこ取りのいう意味、そうやな、乾きが早いだけかな、汗吸うのは、まあ、あの、まあ、メリノの方が、あ、そうか、汗吸ってすぐ乾くか、うん、吸湿速乾やな、はいはいはい、吸湿速乾性に優れるって感じね、うん、いいじゃん、うん、いいじゃん、コンセプトがそのまま商品名、あ、メリノとポリの合いがけっていうな、うん、ちょっと今売ってみるわ、うん、こっちがメリノでこっちがポリだ、なんでやねんお前どっちから
食べたいとかあるやんこそっち違うもう糸に練り込んだんねあーあの2つインディアン的なやつ、ね、メニノとポリがインディアン的なやつやお前メニノとポリが1つの糸に練り込んでるのなんでお前ああやっぱり左肩がウールだからなかなか乾けねえなみたいなお前それ売れへんぞお前なるほどねなるほど前後でもええわなあ前後でもいいよね全然よくねえわそのザック後ろ側はやっぱりあの、ね、ザック蒸れるからね、うん、ポリにして、うん、で前側はちょっとやっぱり風とか強いからあったかいメリメリそれいいんじゃない売れるかお前売れるかお前なるほどね、うん、まあちょっと一つやねあでもちょっとまあまあちょっと言うてみるわちょっとダサいけどな相掛け相掛けっていいななんかちょっとね相掛けを英語にするとかマリアージュああマリアージュティーマリアージュ調べなきゃなマリアージュダサいやんけ結婚やんマリアージュそれなんかちょっと言葉の方向性が違う気がする相掛け合ってんのかな今もう下山の勢いでこう盛り上がってるだけになるかもしれない、うん、俺はそんな気持ちで喋るまあまあそれ大事やけどなそれでええよそれでええよそのテンションで喋るのが大事だからやっぱり、うん、俺はもうネーミングとビールの相掛けやから脳みそがちょっとあのネーミングの比率80ぐらいしてもらっていいですかビールはまあのビールは絶対に飲めるとこの言葉はいつ出てくるか分からんから小太郎はこうネーミングがある程度決まらんとビールがちょっと喉通らんああほんまやねな、うん、ああ相掛けっていいまだまだ決め中ですよほんまに全然出てこへんわほんま 150% メリノポリッティ何やそれお前ヤマト牛の 100% メリノルッティを超える、うん、50はもう孝太郎の熱いこう思いちゃうわタグに書いといたやん俺の思い50物理的に 100% メリノしか入らへんねんお前はーって息入れて納品したお前息続かんわお前息何万200枚ぐらいあるの息続かんわお前ほんとにあかんあかんよ50% もう品質表示やんやしやなそもそもなあそうかそうやでそこにも引っかかるわお前にああもう大変やな大変やでお前に何やねんそれ前のやつはあの前は、うん、ウィンターシーズンロングティーとフォーシーズンロングティーああなるほどねそういう、ね、こう生活だから流行り廃りのないウールティー的な感じ、うん、それでいいんじゃないですか、うん、あのそれのまま言わんけど、うん、そういう方向性ね、うん、そうやねうんだからベーシックティーみたいな感じやん、うん、それはまあなんかあれ違うブランドがやってますけどシンプルなのがええかもしれんねダサくないティーとかねそれダサいは言われたら嫌やろそんなもん人それぞれじゃんもう何年経ってきてもダサくないですかかっこいいティーも嫌やけどそれも嫌じゃん何年来てもかっこいいティーも嫌やしその辺はもう人の感性やから触れたらダメやんなそうだってもうそんなうちの店美味しいですよ言ってるとこそんな当てならんやんかそんないいことを言わなあかんねなうんまあ、ほどほどやなほどほどにあほどほどのティーじゃないあほどほどのほどほどにほどほどに儲かるティーいいことではある俺にとってやろ視聴者にとってお客さんにとってお前あんまりイメージ悪いよお前それほどほどに儲からんしなお前そうコスト頑張ってますんで僕あはい、閉店しますティーとかもうそれもうあかんみたいなそれ南森町のもうずっと何十年も閉店の靴やへんけお前もう限界や靴やへんけお前ほんまに違うお前ずれてきた近づいてきたずれてきましたねほどほどのに戻ってくださいほどほどね今だいぶ道迷いしてますんであれは何やねん半分羊なんやろ、うん、半用人
大喜利ちゃうぞお前。お前ええ答え思いついたらああ言うなお前。俺のためおってへんやろお前。大喜利ちゃうぞお前。一本ちゃうわ。それ求めてへんねん。でも今のだから難しい。難しい。うん。メリノ100の T とポリ100の T 2枚セットで打ったらいいんじゃん。それそれ普通のそれ高品質酸素とか石井スポーツとかどこにでもあるわあんなもん。どこにでもあるわそれ。2枚セット組みじゃんし、おのおのチョイスしたら2枚セットになるわそれ。どこでもお前ハーフハーフそれを。うん、面白くしたい、それともこう分かりやすくしたい。ああちょっとあのセンスある面白さやったらいいよ。うん、センスある分かりやすさ。あじゃあ俺のやな、大体全部全部ちゃうわお前。お前客かや。この場だけ盛り上がるだけや。人ごとの面白さを。あ人ごと大事やで。うんそうね、責任を負わんから自由な発想ができるから。そうやそうや。だから君はあれや、俺を笑かしにかかる。俺そっちにウェイトを置いてるんで。あのまああのそれもいいんですけどね、動画的には。まあそれが偶然ハマればね。そう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 。そうそう、まあいいですよ。だからうーんって考え込むよりも、うん、ポンポン出た方がやっぱりその。5回に1回クリティカルヒットがあるとか、ね、ちょっと変えたらいいかもしれないのがあるんで、今のまま続けてもいいですよね。そうはい。そうやで。いくらなん？あ、だい。はい。まあ、そういくらはまあ今までぐらい。1万円前後ぐらいですね。まあこう安くもない。うん。超高級でもない。うん。今のね、まあ物価も上がってるんでね。うんなるほどね、うん、じゃあちょっとかっこいい方、なんかおしゃれな感じもいいよね、うん、でも名前にそんなこだわるかねみんな。あーまあまあ多少ね。これもう50ってあえてこうタイとか入れずにこう5050メリパーセントも入れずに、うん、メリノポリ50-50T、うん、なんか字にするとなんかちょっとあれかもしれないけど難しいな、うん、まあでもなんか響きはいいな、うん、なんかね5050とかで。メリノポリ。50も出したら。ああ、メリノポリ、50-50T。うん。あ、いいかもな。ね。ああ、ちょっと、出てこんだけボケて最後締める、さすがですね、ほんまに。さすがですね、ほんまに。こんだけボケ倒して。はい。ちょっとこれ本気バネに近いんじゃないでしょうか。ほんと。メリノポリ50-50T ね。でこいつ見て全然違う。一晩寝てね。一晩寝て明日起きたら違うわ。違うわ。もうしゃあないながあるかもしれない。でもあの僕はスラッシュ入れたいと思う。ああいいんじゃない。スラッシュ入れると何かな、うん、みたいになるから。うん、そうね。うん。でメリノは英語にする。ポリは英語にする。それは任せるわ。なるほど。うん、よしちょっと。駐車場があるな、ここはあれじゃないですか、止め放題っぽいね、うん、登山の駐車場として止め放題だな、うん、あのまあ、ね、名前はまあこれでいいとして色考えなかんな思って、ね、T シャツの色な、茶色いやつね、茶色いやつな、うん、どうしようかなみたいな。食べ物、秋のぶどう色って前やったけどね。松茸色は松茸色、松茸色もな、ちょっと秋に濃いからな。巨根色。それ。グッとくる巨根。グッとくるけど。お前、何やねん。巨根色って言って、お前、女の人買えへんやけど、まず、もう、XS も S もあんのんやな、サイズ。そうそう。巨根色じゃないな。もう、まず、女の人切り捨てられるから、その時点で。頼んますよ、ほんまに。あこの人巨根色頼んだ。そうそう巨根色女の人にクリックさせたないわ俺のウェブサイトで。お前クリックとか言うなお前。クリックはクリックええやろお前。クリックはいいか。巨根に流れてるだけじゃんお前勝手に。そうやでお前。そうやそうや、どうしようかな。あと青とあのね、あ緑はあの頃のビリジアンでいいけど、やっぱこう3色ネーミングを統一させたいね。あの青も結構絶妙な青やからや、ね、いい色やけど、なんかこう思い出で共有できる色がいいね、うん、あなるほどね、うん、あだからあのネットを調べてもええやん、うん、あいよいよそれっぽい色が出てくるから、はい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 、トイレ大丈夫、あ行こうかな、俺大丈夫です、じゃあちょっと行ってみます。
改めてこれ改めてこの色よ。難しいね、うん、この青が特に難しいな、うん、絶妙な色を選んでしまったなあのこの T シャツとしてはめちゃくちゃええ色やけど名前作るとなると難しいな、ね、なんとかブルー自然の色に掛け算していった方がいいかもね、うん、難しいな。まあでもこれが一番出そうやね。土やし王道色やあ土な土な、うん、上品な土色頑張ったな上品な自分で言うてもてるし頑張ってるわ頑張ってる頑張ってるわそっちマイナスの方向に働いてる、こっちは暗い方が分かりやすい。あこの感じが分かりやすいね。影になった方があのあれですね、あの飲み屋でもちょっと考えましょう。そうやね、酒が入ったらまだ新しい案が出てくるかもしれない。絞り出しか出てこへんかった。そこは大丈夫。大丈夫。下ネタも疲れてる。疲れてきた。ちょっとね、あの角度を変え、一回休みましょうか。うん、あ、砂漠のラクダ色いいじゃないですか。お、いいじゃん。いや、そう、あんた考えてん。あんた考えてん。手柄いらんわ、お前。素直に行こう、お前。まあ、食べられたと。手が、あこれ一つ候補ね。ええ、そこ、うん、いいじゃん。砂漠のラクダ色。かっけえ。いやー、箱作り駅着きましたね。何個作る？な、箱は何個作れんね。1ダースか、やっぱり。1ダース。箱といえば1ダース。10にいらんわ。いや、これ電車バリバリこなすそうの駅じゃないですか、うん。バリバリ飛ばされる駅っぽいですね。まあまあ、各駅結構あると思いますよ。なんか15本に1本ぐらいあったと、三崎町のところで。あ、本当？うん、多分。実家の船より全然ある。そうや、お前実家の船は、どれぐらいなんかわからんけど。なかなかじゃないですか。船やしな。船にしては多そうな気がするけど。ポップラでどんだけ時間潰さんの目の前で船が行ってもらったら最悪やな。高校の時とか、うん、中学、はい、大変やな、ほんま。こちらは和歌山市行きは行きませんよ。あ、和歌山市方面でいいや。和歌山市方面乗り場、これ。あ、南波行きはとにかく大丈夫ってこと。うん、だから南波行きは逆に行かなくなっちゃう、これ渡って。あと作るで。これだよね。こんな面白い時ないな。はい、ミーティングね、いよいよ終わりまして、今から和歌山の方ですね、ちょっと和歌山市の方に行ってね、お刺身いろいろ食べたいと思います。一人でブツブツ言ってんねん。わかるやろ、大体。一人でブツブツ言ってんねん。ずっとこれでやってんねん、お前。急に気触れるか、お前。せやぞ、お前。びっくりした。和歌山駅着きましたよ、藤木さん。南海、和歌山市駅。出ました出ました。和歌山城が。すごい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 。和歌山城がいっぱいありますよ、ね。はい、フジキックスの我慢も限界ということで、今日はありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。いろいろあんねん。カスうどん。